もう歪みが来てるんですよ、これ全部吹き出てきてるってことは。もうやっぱりもう限界なんでしょうね。そもそもが森のあることやってるんですよ、ね、人間の心に限界が来てるんですよ、もうこれ。よし、はい、お願いします。はい、では今日の朝のニュースからいきましょう。8月の22日でございますね。これいつも日にちが分かる。火曜日です、火曜日です。22日の火曜日です。まあ、毎週火曜日やってますから、ほとんど22日と、はい、22日でございますね。はい、史上最大の、過去史上最大の、ブリックス首脳会議がブリックス首脳会議がヨハネスブックで今日から始まる。はい、だけまたざっくりと、まあこれね、要は首脳ですよね、ここから。はい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 、でざっくりとしか出てへんところですよ、3カ国がね。で、はい、まだ増えますみたいなことを言ってるわけよ。その日、まだまだ増えますよ。はいはいはい、ざっくりと72、3かな、3カ国。はい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 、っていうことなんで、はい、これ G7 とかと比べたら、冷やないっていうのは明らかに分かるでしょ。これすごいやろうねって。はいはいはい。何カ国超えるサミットなんて見たことありますかみたいな。ないですよね。だってな結構拡大ですよね。だからだって、50国ぐらいは前あった気がしますけど、よくまあそんなに集まりますね。急拡大よ、すごいよ。だって何、日本、世界っていうか、その地球上の一億国って言われるところって何カ国あんのよって話になってくるから。ほんとすごいよな。でまあ、だからこのね、要はこのブリックスの首脳会議、いわゆるサミットですわ、ブリックスサミット、はい、これが本当にこの新しい地球っていうかな、地球再編っていうか、うんうん、新しいをこれからこういう風にしていきますよ的な話なんですよね。はいはいはい、で、うんうん、これを見ても明らかなように、本当多極化の時代っていうことなんですよ。要は、はいはいはい、場合によっちゃ90カ国とかな、100カ国っていう国が参加してくると、はい、本当にそれがそういうちっちゃい国地域が自立していくっていう時代が始まるってことです。もう何回も言ってる多極化っていう形の始まりですよ。まあいろんな考えがあるわね。この新しい時代っていうかな、そういう多極化の地球をその再編していくトリガー引いたっていうのが、そのロシアの軍事力ですよ。これいつも言ってるな、はいはいはい、ロシアの軍事力と、その要は、なんだっけ、を使いながら米ドルを包囲っていうかな、今までのその支配体制が 旧体制、はい、まあまあローマ帝国ついてきた旧体制っていうのをここで一旦終わりにしますよっていうやつですよ。まあ、はい、だから分かりやすく言うと、何とかでも何十回も言ってるように、西洋社会っていうかな、そういう西洋文明が、その要は、アフリカであったりあっても、アジアであってもそうなんですけど、そういう植民地支配室とか、はい、これで一応まあその米ドルから皆さんが抜けていくと、はいはい、うん、ドルから離れて自分たちの地域通貨とかで、自分たちでいく新しい貿易通貨みたいなんでやっていきますよっていう再編ですよね。でここで一つロシアの武力というか軍事力っていうのがここで一つの役割を終えると、うんうん、だからこれ永遠にそのロシアの仕切りの中で世界をやっていきますっていう世界じゃないんですよ。ここでロシアのその仕事は終わりますっていうのが、まあ、聖書なんかにも出てくるようにそういう話、うん、でじゃあ次どうなるのかって言ったら、もうそのそういう仕切りのない世界っていうかな、要は分かりやすい言ったら、昔からもう2500年続いてきた宗教支配的なやつですよ、はいはいはい、宗教概念で世界はこういうふうに動いていきましょう的なところが、うん、新しく入れ替わるっていう、入れ替わるっていう、なるほどね、うん、だからまあ、分かりやすく言うと2000年ちょいの赤を、はい、まあ、洗い流してますみたいな。まあ、なるほどね。ね。はいはいはい。あとは、もう、ああだこうだって言ったら、キリがないですよ。まあ、あっちゃこっちゃでいろんなことやってるでしょ、ハワイで燃えてみた。でもなんか、あまりにもなんか大きなことはないですよね、そんなにね。いや、大きいけど。はい、でもね、その死者とか行方不明者っていうのかな、場合はもう100人ですとか120人ですとか、ちっちゃくちっちゃくメディアっていうのはやってるけど、はい、
10倍ぐらいの被害は最終的には出てきましたっていう形になると思うんですよね。あれも結局そのなんていうんかな、その、はい、あそこにそのスマートシティを作るためのどうだらこうだらみたいなことを言ったりああだこうだ言う人おるけど、もっと奥の深いもんがあって、はいはいはい、そもそもハワイ王国みたいなもんがあるわけですよ。カメハメハ王国じゃないけど、はい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 、うん、だからあそこもやっぱり主張してんのは、もうずっと主張し続けてるのは日本と一緒で、大日本帝国が乗っ取られたのと一緒で、ハワイ王国っていうのも乗っ取られたっていうことをずっと主張し続けてたわけよ。アメリカに乗っ取られた、でアメリカに乗っ取られたっていうのも、これもアメリカが乗っ取ってるわけじゃなくてね、アメリカの金融資本であったり軍産複合体ですよ。要は株式会社アメリカの方ですよ。その国家は何なんかって言ったらイギリスになってくるわけよな。イギリスもそのイギリスがやってんのかって言ったらそうでもなくて、イギリスも乗っ取られたわけですよ、国金融資本みたいなやつにな。結局ね、そこに全部乗っ取られたピラミッドの構図の中で、はい、カメハメハ王国ないけどもハワイ王国も乗っ取られたのをもっと取り戻すぞみたいなことをずっと言っとったわけよ。だからあとほらアメリカの本土もともとはインディアンをね、全部殺してああいう国作ったわけでしょ、はい、結局は。だから住民っていうかな、おったわけよ、はい、だからオーストラリアにしてもニュージーランドにしてもアボリジニみたいなのがおってな、はいはい、うん、でそれが残ってる人たちがまだおるわけですよ、オーストラリアもニュージーランドも、子孫が、はいはいはい、な、はい、地域というか国土というか土というか、はいはい、それを取り戻すぞっていうのをもう地味に今声が出てるわけですよ。だから元に戻っていくって形で今うん、ね、だからその根源はどこなんかって言ったらいつも何回も言ってるようにイギリスからなんですよ。でそのイギリスも今さっき言ったように乗っ取られましたっていう話ですよ。元は通貨ですわ、これ元は、はい、その文化的なものに乗っ取られましたよっていうのが元に戻っていきましょうっていう世界に行ってるんですね。はい、いろんなテーマで今日はですね、ビッグモーターの件についてですね、いろいろと僕もビッグモーターについてやっぱ経営者としても興味があって、まあ、いろいろ調べたりするんですよ。本当に日本の闇が感じるなってのがあって、保険会社も含めて、まあ、ワンストップ経営だったりそうだし、その経営者が言わなかったりとか言ったりとか、まあ、あとパワハラだったりとか、いろんななんか社会の問題っていうのが、もうあそこにもう集約されてるんじゃないかってくらい、その日本の闇というか、その、そうよくあるあるあるっていうものが、まあ、集合されてるなっていうのが今回見えたんですけど、はいはいはい、どうぞ、はい、はい、いや集合されたと思ったんですけど、まあ、それを受けてまっちゃんとしてその経営者としてどう思うかっていうのは、いつやったかっていうと結構前のに問題はフライデー発覚された感じですね。中田のあっちゃんがですねまとめてもらってるやつがあったんで、それを見て僕もあおもろいなと思って、古い会社でもともと2023年の5月にフライデーが報じて、その後に、まあ、各従業員がこういう水増し請求っていうのがありますよっていうのがして、まあ、7月の25日にその会見があって、その社長からで7月31日に今度は金融庁の方から保険会社に対してその業務そのどうなってんだっていう風に出したっていう感じになってますね。なので騒ぎ出してるのは、まあ、2023年の5月からフライデーの雑誌で報じてるっていう感じですね。会社としては新しいでしょ、あれ昭和50年か51年ぐらいの設立の会社って確か。そうですね、あれ山口県かどっかやな。ではそうですね、もともと山口県でオートセンターみたいなのが1976年にできてますね、そもそもが。そうやな、76年やから50、はい、50、そうですね、そこにその1980にビッグモーターって形で名前を変えて全国規模で、花店の傘下に入ってっていう風にまとめられてますね。で今回問題が起こったのっていうのが、その息子さんがその損保ジャパンに入った後にどんどん良くない方向に進んでんじゃないかっていう風になってて、まあ、損保ジャパンとそのビッグモーターがグルになって不正行為を行ってんじゃないかとか、あとそれに加えてその副社長のすごいワンストップ経営みたいな感じで社員にパワハラをしてるかっていうような話なんですけど、あ、そのパワハラとかうんじゃらかんじゃらっていうのはな、一つ
そういうことが出てくると、次から次へとメディアって面白がってネタ集めてくるんで、それから、はいはい、そで、まあ、その昭和51年か、山口県で、そのちっちゃい自動車工場というか、自動車紹介みたいなんで始めたんですかな。そうです、そうです。で、まあまあ、急拡大っていうかな、あれ確か上場してない。上場してない、はい、そうです。上場してないので、まあ、もう本当に家族経営、ファミリー経営みたいな感じです。まあまあ、創業者っていうか、オーナー社長っていうかな。そうです、そうです、そうです。オーナー経営ですね。社員数が1500とか1600とか。6000ですね。うん、それぐらいあるよな、規模としては。で、はい、車の買い取り、販売、はい、修理、板金で、はい、保険の代行。ワンストップでやってる。あ、全部そうです、そういうことです。そうです、そうです、そうです。それが今回結構そのワンストップが原因なのかわかんないですけど、いろんな問題がもう、まあ一番水増し請求ですよな、保険のな、傷をつけてっていうのが一番目指してますけど、うん、で、株主構成としては確か、まあそのオーナー社長が一番たくさん株持ってて、あとは山口、まあ銀行やな、山口銀行とか、あとなんや、損保ジャパンとかそういうところが株主に構成、株主に入ってると。そうです、でそうです、そうです。ワンストップビジネスっていうかな、まあ、商売のモデルとしてはすごいよな、すごいモデルやと思うな。そうですよね、うん、一つ一箇所で全てを完結させてしまうという形なんで、バンクやったら車検はあっち持っていてけとか、はい、修理はエンジンの修理はこっち持っていけっていう形じゃなくて、全部そこで完結するっていうことやな、はい、うん、でその板金なんかも自分の中で完結してしまう、すごいモデルだと思うんです。収益性が高かったと思うな。はい。ただまあそれを手に上げられたっていうのは結局あれでしょ。修理とか板金をその叩いてへこまして、でまあ自分のところで板金して保険請求するみたいな、そういうのから始まった。そうです、そういうのが始まりましたね。はい。会社急拡大するっていうか、あそこまで急に大きくなってくると、やっぱりどんな会社でもそうなんですけど、やっぱ営業的なもんってそこそこノルマっていうのが絶対あるわけですから、まあ、ありますね、はい、はいはい、まあ個人的にノルマを課せられるその度合いというか、圧力が強いか弱いかとしてよ、はい、そうですね、その支店っていうか店舗としては、これだけ売り上げ上げてくださいよ、でこれだけ利益出してくださいよっていうのは当然計画は、はい、と本部っていうかな、はい、から言われるわな、それはもちろん言われますね、もちろんね、はい、でその中で僕思うのは、はい、その自動車の買い取りとか、はい、販売みたいなやつ、買い取り販売っていうのはある程度営業マンのノルマっていうのもある、これも聞くと思うんですよ、そのビッグモーターに限らず、はい、日産であれ、マツダであれ、なんであれ、はい、ディーラー厳しい思うんですよ、やっぱりね。まあそれはそうでしょ、だってそれはそうでしょうね、やっぱり、うん、厳しいと、俺もどこも厳しいと思いますね、うん、うん、でまあトヨタなんかはな、まだほっとっても売れるもん作ってるからいいよねってマツダの人なんか思ってるわけよな。まあそうですよね、売れるもん作れよって思う。まあブランド、まあブランド力的に全然格差ありますからね、トヨタと。それはそうだよね、ブランドっていうレベルではそうだよね、うん、だから売れんもんを営業して売ってこいって言われても困りますわみたいな世界ってうん、まあおっしゃった通りとはな、うん、でね、まあただな、そのああいう中古車買い取り販売みたいなやつって、中古車って別に何でもよっぽどその特殊な車以外はね、日本車がメインになるやけど、特殊な車両以外はどんな車でも大体買い取って販売するわけでしょ、利益出るんであれば、はい、うん、でまあそこはそこでな、まあ、そんなに無理はしてんねんやろうけど、まあまあ表にそのなんていうか不正みたいなものが出てくるっていう範疇までは言ってなかったんやろと思うけど、その僕が思うに修理にそのノルマっていうかな、販売目標とか売上目標みたいなものがかかってたんですわな、うん、あの会社って。だから修理版、特に板金ですよ、板金がノルマをかけられるっていうか貸すってすごい面白い話だと思う。要は、うん、修理が来なかったら自分らから修理する車を本末転倒ってことですよね、要はね。だからそうだ、そもそも修理行くのがおかしいわけですよな、うんうん、だから修理の車がの台数が少なかったら、修理の売り上げが足らなかったら、修理できる車を自分らで作ったれっていう世界になってくるわけでしょ。まあ、結局ね、そういうことですよね、うんうん、そういうことになってくるわな、うん、だからそれってかなり無理があるよなと思うわな、やっぱな、これな。でも一番そこがキャッシュが一番お金たくさん手に入るところなんでしょうね、多分ね。
だからやっちゃうんでしょうね、まあ、多分ね、まあ、確かに、まあ、僕のな友達とか知り合いでもその、まあ、もうほとんどみんな疲れ果ててやめちゃったけど、はい、日産とかなそういうところのメーカーかな、はい、日産プリンスでメカニックやってますみたいな人たちもったけどな、あれもあれでそこそこノルマあるんですよ、やっぱ。ああそうなんですか、あれでも、うん、あまあまあ金額的なノルマではなかったけどな、台数的なノルマ、あめん何台やるかってことか、なるほどね、はいはい、うん、だからメンテナンス修理の車もその営業マンは台数確保してこなあかんとかいう、そういうあのやっぱりノルマっていうのもあるんですよ、だから、はい、まあ なんとも言えんねんけども、はい、おなんともな、これ言えんねんけども結局、はい、最終的にたどり着くところっていうのはやっぱり倫理観的な話になってくると思うんですよ、やっぱそうですね、うん、でそれは現場 その社員の倫理観っていうよりやっぱり上のトップっていうか、特にああいうオーナー、うん、オーナー会社っていうかな、非上場の、はい、創業者がまだ君臨してるっていうか、やっぱ創業者っていうのはやっぱりね厳しい面を持ってるし、でやっぱりなんていうかな、厳しさを持ってるけど反面優しさを持ってるし、商売的なもんもしっかり考えてんやるけど、ある日どっかでその小さいっていうかそこそこの会社が大企業っていうわけじゃないけど大きくなるときってやっぱ無理が生じるときってやっぱあるよな、まあ、まあ歪め的にね、要はやっぱ、うん、本来持ってる自分の力量をやっぱ超えちゃってるわけだから、それは歪みが生まれますよ、やっぱり、うん、その最初っていうかな、ああいうもんが表にこう不正的なもんが表にこう出てくるまでの間の過程っていうのがやっぱあったと思うんですよ、だからその最初はそうじゃなかったんやろうけども、なんていうんかな、そのやっぱ報告はやっぱりトップに上がってくると思うんですよ、ああいうオーナー会社っていうのはね、必ずそうですよね、だからそうだから知らないってことは絶対ないってことですもんね、うんうん、要はね、うんうんうん、で最初の頃にそのこういうことでこういうことをやってる、こういうふうに売り上げ作ってるんですみたいな報告は上がってたんやろうけども、はい、それをその時にやっぱりこれは本当に倫理観として縁か悪いかとかな、はい、で長い目で見てな、会社を長い目で見てその存続させていくためにはこれが縁か悪いかっていうのをそのやっぱトップがそこで判断できてなかったんやと思うんですよ、うん、でそうね、うん、でっていうのはまあそれでも良しとするっていうようなそのはっきり言ったか言ってないか別としてな、はいはい、それでもいるんじゃないのみたいな風潮っていうのがやっぱり上がそうなると下もそうなっていくんだな、まあ、要は結局人間って一度や二度っていうのはやっぱりそうなってしまうのはしょうがないけど、そこをどう止めるかが重要ですもんね、やっぱりね、うん、で売り上げ作るであったらこれも仕方ないよねっていう風潮になってしまってたで、うん、みんながね集団的にね、うん、うん、損害保険会社と、まあ、それ産んでるわけやないやろけど、損害保険会社は損害保険会社で、やっぱり損害保険売ってもらってるわけですからね、そういうそれだけの力の会社ですから。そうね、うん、うん、販売能力持ってるっていうことは保険もセットで売ってくれるわけですからね、大体、はい、はい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 、まあまあ、あのお互い持ちつ持たれつっていうところもあって、まあ多少その、はい、損害保険をその多少な、あの、はい、なんていうかな、多少水増しじゃないけども、うん、新品の部品使ってないけども新品の部品として請求されてもまあまあええかみたいな、はいはい、あの損保会社とか保険会社っても基本的には収支ですからね、あれも別に入ってくるものとかそれをうまく合ってればそれでいいわけなんで、まあまあそれはどっちがいいとか悪いじゃなしに持ちつ持たれつみたいなものがあったんちゃうかな、だからそこで株主構成に入ってるってことやと思うんだ、はいはい、うん、まあそれはこっち置いといて、やっぱだから最終的にはこれ要は何を言って何を問われてるかっていうことで、はいはい、何を表に出てきて何を問われてるかっていうことになると、やっぱり倫理観的な話ですよ。倫理観ですか、うん、なるほどね、うん、でそのお客に迷惑をかけるっていうか、そういうことをしてまでもう収益を上げなあかんとか売上を上げなあかんっていう構造になってしまったのが問題やと思う、まあ、これ、うん、その体質的に無理をするようなそのワンストップっていうそのビジネスモデル的にはすごいあの立派やなとは思うんですよ。ただ、なるほど、ここで無理をせなあかんようなあの収益モデルになってるんですよ、まあ、これ。これって、うん、例えば、まあまあ、全体的に言うなら言えることだと思うんですけど、そうならないためにっていうのは、なんかまっちゃん的にはどう思うんですか？要は例えばそのもしまっちゃんが同じ立場で
あの今は売却しちゃってる部分があるじゃないですか、会社もともともあったものはね。でも、うん、それが仮に大きくなった状態にその同じような立場になった場合っていうのは、まっちゃんとしてはどう選択をします？今回の問題って僕の中の定義としては、まあこれまあビッグモーターの問題だと思うんですけど、全員に言える問題だと思っていて、結局誰がなったとしても結局判断どうするかって、なんだろう、やっぱりとらわれてるっていうか考えさせられる問題だってすごい思っていて、例えばまっちゃんとか僕もそうで、僕自身だとしたらやっぱりその立場になってないから分かんないですし、経営者としてはまだ未熟なので全然分からない部分もありますけど、やっぱりなんだろう、なるべく嘘をつかない経営っていうのは大事なんだよなっていうのは思うんですよね。やっぱりね、やっぱり今回のことってやっぱり嘘の積み上げだと思っていて、結局一応嘘ついちゃったからもう歯止めがつかないからって言ってなかなか前に行けなかったっていうのが一番大きいのかなというふうに思っていて、まあ、まっちゃんとしてはどうなのかなってところが聞きたいですね。ぜひなんかその別に宇宙法則でもいいんですよ。ほら、あのいつも通りちょっとな観点でも構わないので、はい。あ、もうだから難しいわな。だから、はい、だからもうなんちゅうかな、その例えばこれ、はい、ワンストップ的なここの会社の話でいくと、はい、どこは利益を出さないけどお客さんに喜んでもらうところの部署があって、うん、本当に利益はやっぱり利益って会社は出さないといけないよね、うん、どっかで、うん、この利益を出す場所はここですよっていうその境目っていうか分かれ目っていうかな、そういう線引きっていうのができてないんちゃうかなと思うんですよ、はい、だから、うん、分かれ目、うん、なるほど。うん、例えば修繕部門では利益出すけど販売部門では利益出しませんみたいな、はい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 、だから全てを全てどっかで利益を出し続けなあかんっていうモデルっていうのは相当難しいんですよ、やっぱ。ああ、なるほどね。結果、なるほどね。うん、拡大とか売り上げ拡大してしまうと、やっぱり世の中的な中で言うと、どこと、なんていうかな、よその世の中っていうか、よその会社とも同じようなもん売ったり、同じようなクオリティのことをやってるって形になってくるんですよ、拡大していくと。どうやったって。まあ、それはしょうがないことですよね。うん。っていうことは、規模の拡大しかなくなってくるんですよ、今度はもう。うん。だ規模を拡大し続けるってことは永遠に止められない状況になるんですもん、これ。なるほどね。今回みたいな県が一回吹き上がってまうと、うん、あれ従業員1300とか1400おる人が俺半分ぐらい辞めてまうと思うんですよ、あの子から。まあ今6000人いるっていうことはもう半分とか3000、まあ、もっとでしょうね、多分ね。うん、6000人もそれはすごいな。6000人ですって。そうです、あの全国規模に6000人の従業員がいなくて、あの店舗は300店舗あるらしいですね。はい、それはすごいな。6000なんですよ。それは大変。そう、だからこそ問題がそのどん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 出てきてるわけですわ。いや、それは出てくるわな、そら。うん、それで今止められない状態になっちゃってるんですよ。だから社員でやってたその秘密のグループの LINE も公開されたし、まあ録画してた、まあいつ出そうかっていう皆さんとの刀で言えばこうしまってたやつですよね。しまってたやつが今回のバーっていう吐き出した瞬間にみんなボンボンできてるから、それでとんでもないことになってるっていうのが今の現状。うん、まあエヴァで、まあその従業員がどうなるかっていうのは、まあ、かなりの人が辞めていくやろうしな。うん、だけメディアがキャンペーン繰り広げられるとな、ネガティブキャンペーンされるとやっぱりお客も、ね、離れていったりするのか。100%離れますよね。まあだから結局でもいろいろとインターネットでも調べると、うん、ね、まっちゃんも株とか詳しいかわかんないですけど、その結局どんな状態になったとしてもなんか経営者というかもともと創業者には利益が残る、この規模ぐらいの規模だったらもうマイナスにはなんないよねっていう話になったから、こんなもんなんだなっていうふうには僕は思いましたけど、うん、まあだから企業倫理みたいなところにつながるしか最後はないんですよ。でもだってそのビッグモーターの話をしてるけど、これユニクロだってわからんからな、はっきり言って。そうなんですよ、そうそうそうなんですよ。だから結局どこの企業も同じことだったなと思って、バレてないだけであって、うん、実際は中で何やってるかっていうのは正直見えないじゃないですか。やっぱり一つの国みたいなもんなんで、会社もある意味そう、そうそうそう、会社のキャッシュフローなんて本当の経営者じゃないと見えないわけだし、一部の人しか。まあだからこれユニクロにしろね、例えば 何にしろアマゾンにしろ、やっぱり出てくるときは出てくるからな。まあ、まあまあ楽天もそうですからね。楽天モバイルはまあ売り上げが下がってますからね今ね。でもまた、まあ、楽天じゃもともと6でもないもんやから。まあ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 、そうなんですよ。なんかどんどんなんか最近いろんなものがまああれ竹中平蔵とあんま変わらんから
だから、なんだろうな、だからまっちゃんが言ってるように、その本当にあの見える化をしてきてる、世の中全体がいろんなことが見える化してくるから、やっぱり隠し事がやっぱりできなくなってきてますよね、もうどん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 ね。うん、もうどん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 の情報が出てきてるから、やっぱりちゃんとそこは正直、素直ベースで経営をしていないといけないなっていうのはすごく感じますよね。だから、なんちゅうかな、はい、一定程度のその構造、はい、うん、その国とか地球じゃなくて、はいはい、会社組織の中のその構造システムで動かすっていうのが難しくなってるんですよ、今だから。そのこあのね、構造ね、うん、構造システムの要は分かりやすいのはマニュアル的なもんですよ。はい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 、はい、あれに動かすことがもう限界来てるんですよ、結局これな。だから各個人個人に、まっちゃんも毎回この動画でも言ってますけど、各個人個人が意識レベルを上げてちゃんと判断してできるようにならないといけないってことですよね。だからまあ本当江戸時代じゃないけど、御用聞きみたいな、御用足しみたいな、はいはいはい、やっぱ世界のやり方しかなかなか難しいんですよ、これだから。うん、っていうことは何なんかって言ったら、その営業マンとか作り手、はい、製造者もそうやけども、やっぱり人の質みたいなもんとか、各所でね。ってまうんですよ、これ、最後な。だから、大きくはしにくいんですよ、これ、あもう。だから、これ、世界、地球が多極化すんのと同じやと思うんですよ、これも。的なもんもな。でこれますます AI みたいなもんがこう、はい、進展していくと、もっとそのなんていうかな、はいはい、欠如というかかけたことをしちゃったらバレる速度がもっと速くなっていくと思うな、これ要は。いやもうね、チャット GPT に聞いたらチャット GPT が暴露してくれるっていう世界だからもうね、情報がね、そういうなんだろう本当になんだろうな、隠せないというか、まあ、隠したとしても浮き彫りに出るのがスピードが速いというか、うん、あ、海外にしてもそうじゃないですか、その何々やりましたとか、これをやってますっていうのも、そので本当に問題が浮き彫りに出るのが早いなーっていうのはすごく感じてきてるから、まあ、そこの中の生き方の問題だったりとか、やっぱり姿勢の問題っていうのが一番大事になってきますよね、やっぱりね。うん、で、まあ、まあな、ただ一個言えることっていうのは、もう今日続行や、はい、端的に言えることっていうのは、いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。やっぱ、無理した収益構造ですよ。ああ、なるほどね。極端に安く売ったら利益は出ないわな、当然。あ、もちろん、もちろん。で、やっぱりユニクロじゃないけども、うん、安く作って安く売ろうと思ったら、やっぱり安く作って安く仕入れんといかんとは思うわけですよ。そうですね。うん、それそうです。今の時代っていうのは、安く作らせるっていうことに対しても、その倫理観的なものが問題になってくる。それは世界中で。例えば、そうそう、ウイグルみたいなところでただ同然に奴隷させてるみたいな話とかで浮き上がってくるわけじゃないですか、今の。はい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 。うん、だから安く作らせるっていうこと自体も倫理観的にどうなんっていう世界ですよ。世界が、ほら、フラット化していくんですよ。要は、うん、例えばインドの人は貧しくて、アフリカの人は貧しくて、貧しい国でたくさん作らせて、なんていうかな、飛んでる国でそこで消費するみたいな世界って今まで。うん、分かりやすく作らせて、日本とかアメリカとか、なんじゃヨーロッパとかで買いますみたいな世界って。でもそれ、うん、フラット化していくんですよ。同じような感じになっていくんだ。はいはいはい、あとは安く使える労働力みたいなものがなくなってくる世界です。でもそうですよね。そういうと全体的に高くはなりますかな、うん、っていうことは、安く売るビジネスモデル自体がもう成り立たないんですよ。もう、うん、あくまで適正利益を出すと、その適正利益を出すのにも安く仕入れることもできないですよと。うん、まあそれはそうでしょうね。うん、うん、ということは、うん、そこそこの仕入れ価格では仕入れなあかんけども、それに昔に戻るわけじゃないけど、付加価値ですよ。どれだけの付加価値をつけて、うん、高単価で売っていけるかっていう、その人間的な質みたいなところしかない、うん、ほらどう考えたって、うん、そうですよね、うん、その能力的なところがその GDP っていうわけじゃないけども、その会社の利益とか、その生産能力みたいな話になってる確かにめっちゃ特殊っぽい話ですね、今日は。確かに、うん、でもそうしか言いようがないわな。だって、あ、まあまあまあ、そうね。だからその付加価値っていうのがやっぱりキーワードですよね、やっぱりね。だから結局この動画でも経営者の方とかも見てると思いますし、まあ女性の方が多いってこの前言ってましたけど、やっぱりそういう中でもその
ビジネスだけじゃないと思うんですよね。自分自身にも付加価値をつけることが大事ってことですよね、要はね。まあ自分自身への付加価値ももちろん、うん、それはもちろんそうなんですけどね。例えばね、そのビッグモーターの話じゃないけど、例えばな、車屋さんなら車の領域だけじゃない話になってこなあかんのですよ、本当は。ああ、うん、はい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 、うん。だから、例えばね、お医者さんやったら医療の範疇だけのことをやってるんですよ。ああ、うん、なるほどね。確かにね。うん、確かにね。こういう垣根を越える試みっていうかな。あの、でそこはある意味そこはその収益っていうか、あの、うん、利益を上げる場所じゃなくて、そういうのはサービスとしてとかコミュニティとしてとか、確かに、あの顧客満足度っていうか抱え込む方法みたいな、なんかそういう一つのものをまた別に持っとくみたいな。はいはいはい、うん、だから利益を出すのと実際の顧客満足度の出す場所は違うってことですよね。だから例えばいろいろあるわけやん。例えば医療施設には医療従事者しか雇ってませんみたいな話とか、はい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 、これの頭の中では神父さん連れてきて雇おうかとか、 お坊さん連れてこうかなとか。なるほどね、いろんな業種の人ね。なるほどね、はい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 、うん、まあ、だからそういう発想ですよ、全部の業界がこれもう、だから垣根というかなっちゃうん、ああもうちょっと顧客サービスっていうかお客目線っていうか、もっとお客を大事にする的な倫理観ですよ、やっぱもう。まあ要は丸々、まあ、なんか丸々すべきとかっていうよりかは、その垣根を越えて全部やるってことですよね、うん、そうだからお客とな、もっとお客として扱うっていうやり方センター。お客として扱う。なるほど。お客と扱ってないと多いじゃん、大きなって言ったら。なんかまあまあまあお客まあまあそうね、お客まあ、だお客さんの定義何かっていうと、まあお客さんもお客さんでまた応募言ってくるお客さんもいるから何とも言えないんですけど、まあそれもそれで難しいところになるんですけど、まあそうまあそれぞれでな、こいつはお客ちゃう、こいつは大事なお客っていうのもあると思うから、その客も質問あるし、客も質問あるし、客側にも問題があるから何ともそれは言えないけど、まあでもその客の質をそのコントロールするのもその売り側、売り手側っていうかサービス、まあ売り手側の倫理観ですわな。そうだね、うん、確かに、まあ、売り手側の倫理観がしっかりしてると変なやつもよ、買い手側より変な倫理観持ってるやつも集まってけへん。そうなんです。だから要は売り手側がちゃんとしてれば、相手側をきちっとしてる人が来るから、やっぱりそこは売り手側がきちっとその辺はやった方がいいんだなって、倫理観持ってやった方がいいんじゃないかっていうのはすごくわかります、それは。うん、で、今、まあ、買い手と売り手の倫理観の話になって、はい、ちょうど今回のビッグモーター的な話で、あのこうちょっと思いついたんやけどな。どうぞ、はい。この今回のビッグモーターの話じゃないけども、そのサービスとか、はい、サービス提供してるビッグモーターの社員もな、はい、こんなのために一生懸命なんでせなあかんねんと思ってるけど、このとこはこんだけ店舗でかく急拡大すると、そうですね、はいはい、うるさい客とかな、うるさい客とか質の低い客とかな、はいはい、そういうのもおったと思うんですよ。だからどっちもどっちじゃ、どっちもどっち、まあ確かに。じゃあ裏返すと、逆にな、うん、裏返すよ、はい、裏返すと、そのランボルギーニとかフェラーリとかそういう車ばっかりを売ってる専門店だったでしょうや、うん、はいはいはい、で そこで俺がお客やったとしようやな、はいはい、だからそういうランボルギーニ、フェラーリみたいなもんばっかり売ってるような専門店で、あそこってないんよ。これは、ここ分かるやろ。分かる、だって質が高いですからね、それはね。お客の質も高いし、別にそのここはどうだってクレームつけるやつもおれへんし、高い安くって値切るやつもおれへんし、うん、まだだってそもそも全体的に質が高いですからね、それはそうでしょうね、うんうん、で性格的にもなんていうかな、穏やかなね、穏やかな、そんな心に余裕がある、結局心に余裕がある人と同士はくっつきますからね、確かにね。で、まあまあ、この車いくら、あ、4000万でございます、あ、まあじゃあ4000万しょうがないわねって払ってくれる人でしょ、うんうん、でもう売り手側も売り手側でそういう人相手してるわけやから、そんなゴルフボールでドア叩いてへこますみたいなするわけないやんか。そんな、すごい思うのはやっぱりそれをつなげるんだったら、やっぱりね、あのね、本当に心がね、あのね、余裕がない経営者は本当怒りやすい人が多い。それはだから、ね、ガッツリそれは思いますよ。
うん、だからこれ愛ちゃんな、結局倫理観的な話さっきしたけど、はい、心がすさんでるってことなんですよ、売り手も買い手も。そう、なんかね、なんでそんなことで怒るのっていうことは正直ありますよ。僕もビジネスやって、いやもちろん怒れるのは当然ですよ、うん、当然ですよ。ただそんなことしたって先進ませたわけじゃないですか、みんなビジネスもただけど。なのにもかかわらずっていうことは多いなってのは思いますよ、本当に。昔のことわざでな、金持ち、はい、持ち喧嘩せずっていうことは。いや、本当それも思いますよ。だから、これ僕もいろいろと今、経営者としてもそうです、いろんな人と話しますけど、やっぱりそのお金持ちほど、その心に余裕があるんで、対応が綺麗。まあまあ、そのお金持ちやからそうなんか、その心が綺麗やから金持ちやから、どっちか分からんけど。いや、でも結局はそうじゃないですか。うん、あとね、この前、ちょっとまっちゃん知らないかもしれないけど、まっちゃんって GJ 社長とか知ってます？ん、 GJ 社長って知ってます？ GJ やってる社長さんっていう人、YouTube でそういう若者に人気な人がいるんですけど、その人が言ってた言葉で、あ、面白いなと思ったのは、結局、お金持ちを持ってるやつでも不幸になるし、逆に金持ってないやつでも不幸、幸せないやつがいるって言ってたんですよ、自分がね。で、その人10億ぐらいの借金を持ってるアホなんですけど、なんですけど、ただ、でもやっぱり結局それって本人の気持ちの問題だなってのはすごく思っていて、うん、それって結局、なんだろう、全てに関しても言えるんだろうなってのは思いますよね。やっぱり伝染していく？やっぱり。うん、自分の気持ちって相手に伝染していくが、経営者としてもそこら辺がやっぱり大事なんだなっていうのはすごく感じましたね。だから、まあ、まとめると、うん、まあ、そのビッグモーターっていうのを愛ちゃんが今日話ね、その、うん、議題っていうか、まあまあ、あれで挙げてくれたから、まあ、ビッグモーターで話したけど、はいはい、ビッグモーターの話じゃないんですよ、全体的に言うと。なるほどね、なるほど、なるほど。あ、はい、売り手も買い手も人間的なものの心がすさんでるっていうのが表面化したってことなんです、これ分かりやすいと、うん、なるほどね。だからこれビッグモーターだけじゃないんですよ、あのスシローとかなんかあったやん、いろいろ。 あれは消費者がペロペロ舐めた経験がありましたね。ありましたね。なんか他にもあったよ、なんじゃかんみたいな、似たようなやついろいろありましたね、はいはいはい。だからこれ別に売り手っていうか企業が、それはまあ確かにな、確かにその企業倫理としてはどうなんっていうのは あるんやけどな、それ確かにそうなん、うん、だからもっと大きな視野っていうか、広げて見ていくと何なんかって言ったら、売り手も買い手もどんなようなもんか、どっちもどっちでもなんかこうすさんでる状況ですよ。そうなんだよね、心がね。お客とその売り手、なんていうかな、売り手なんて働いてる人、要は労働者ですよ、はい、労働、はい、その買い手がなんていうか、すさんでるってことですよ、心の関係が。だから例えば労働者だって買い手になるわけでしょ、実際も。そうだよ、そう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 、自分が生きてる時間、1日24時間の中で言ったら8割9割は買い手ですよ、そう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 。だからこういうところのなんていうかな、お互い様っていうか、そのなんていうかな、もっとその自分を成長させるみたいなのかな。そうですよね。私の成長みたいなものがどっかにみんなが持ってればな。そうだ、そんなのいいものができたことないんですよ。やっぱりそれすごく、やっぱりそのどの業界も言えるし、その映像業界もそうだし、結局いい作品を作る、いいものを作る、その興奮できるものを作るっていうのは、やっぱり結局はそういうところなんだなっていうのはつながりますね。いいサービスを提供する、受け取るっていうのも、全く同じことの倫理としては同じこと言えるなっていうのは思いますね。うんうん、だからまあ一つの断片っていうかな、出来事っていうか、なんか表に出てきたニュースを一個見て、これがどうだこうだああだこうだって言ってるよりは、もうちょっと全体の大きなところを見ていったら、これ社会問題じゃないのみたいな、うん、まあ、何の社会問題なんて言われたら、やっぱり人間の心っていう問題ですので、うん、なってくると思うんですよね。でも、うん、だからその自分の会社がどうすんのみたいな話を愛ちゃんしたけど、それは別に、はい、なんていうかな、そういう人らと関わり合わんかったらいいだけの話なんですよね。自分が関わり合いたくないものを、会社を大きくして従業員に関わり合わすって何なのよみたいな話でしょ。なるほどね、納得した、うん、納得腑に落ちた。はいはいはい、確かに。こんなやつとは関わり合わんと、いいお客さんと関わり合って、なんていうかな、利益の高い商品ばっかり売って幸せよね、お互いって、うん、そういう人と付き合いたいよねって思ってんのに、従業員には安いもん売らして、なんかこう低い、なんか何ていうか程度の低い
客を相手させてもっと売り上げ上げろ利益上げろって言われたらすさんでいくわなみたいな。いやーやっぱりミスマッチング多いきますね。でしょ、なんか、うん、ごもっとも、多極世界っていうか地球生まれ多極化って言ってるのもここなんですよ、はい、で僕はコミュニティって言ってるのもここなんですよ、うん、なるほどね。だからだから大企業的なもんはしんどくなりますし無理になりますよっていつもいつも言ってるのもこれなんですよ。だからもう歪みが来てるんですよ、これ全部吹き出てきてるっていうのは。やっぱりもう限界なんでしょうね。そもそもが無理のあることやってるんですよ。でね、その無理のあることっていうのは社会構造システムとかその通貨システムとかそういうことじゃないですよ。何の無理が来てるのかって僕最後に一言言うけど、人間の心に限界が来てるんですよ、もうこれやってること、ここが全て吹き上がってきてるんですよ今、うん、だから、ね、多極化って僕は何回も言ってるように、こういうふうにそのコミュニティっていうかそういうものによって商売っていうのも買い手売りのこの付き合いっていうかな、はい、そのネットワークと分かれていくんですよ、もう。なるほどなるほど。人たちばっかりが集まってる世界と、なんかすごいもうやりやすい人たちばっかりがニコニコ集まってる世界と分かれるんですよ。なんか分かれてますね。そのために俺この動画をやってるわけですよ。まあ確かにね、本当にね、それを補足すると本当に、なんだろう、なんか YouTuber が成功したのってところあるなと思ってて、後者の YouTuber の人たちがすごく、なんだろうな、成功してるとかやってる、自分が本当に楽しいことにやってるのは本当に楽しい人たちが集まって自分たちで物を作って発信してるから、それが影響を与えてる部分も多いんだろうなってのは僕感じますね。なんか見てる人、今日またこのおっさんちゃんとまとめてきたぞこれ最後に。あのね、まっちゃん本来はそっち側の人間なんで、いつもちょっとあの違う、そのあのまとめきれてないのでこういう話題の方が本当はまっちゃんいいんですけどね。いや、おっさん、今日もまとめたな、すごい。いや、今日すごい綺麗なまとめ方だと思いますけどね、まあ、おっちゃん、青いという。これ、まあ、商売してる人が今ね、ご覧になってる人、商売してる人多いと思うんで、うん、まあ、特に皆さん分かってると思うんですよ、ああ、なる、そうそうそう、そうよねって、うん、そんな変なお客と付き合いたくないわって思ってる人多い。そうそうそう。そうでしょ、うん、本当にそう、うん。それ、現実的に思う。うん、だからいいお客さんっていうか、いい付き合いできる人って売り手とか買い手っていう意識がないんですよ。とない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 、お客さんとかっていう風よりか仲間ですから、一緒にチームだから、だから相手のために何かサービスするとも勝手に体が動くんですよね。だから分かりやすいと、通貨を払ってる人とはもらう人と境目がないんですよ、はい、ないない、うん、それはすごく、だってちょうどだってまっちゃんと仕事してるのもすごく感じましたから、これをやってあれをやってっていうのは自分たちでやっちゃうから、そう、うん、そこは不思議ですよね、不思議な関係性だと思いますよ、やっぱりそこは、うん、通貨の払ってる方ともらう方の境目のない、その何だろうな、はい、経済活動みたいな、うん、そうですね、これが新しい世界というか新しい、はい、でもそれをやっぱりね、うん、売り手も買い手もあるよね。もっと分かりやすいと、サービスを受けた方とか、会った人が心の底からありがとうって思えるようなものを売るとか、ありがとうと思える人ばっかりが集まってくる世界ですから、これは最高よ。今までの時代って、だって売った人がありがとうございますって頭下げてたでしょ、うん、これからは買わせてもらった人がありがとうございますみたいな、これ、うん、お互いがウィンウィンですよ。だって、ね、買う方もありが、買われる方もありがとうって言ってもらえるとこっちとして嬉しいし、で逆にこっちの買った方が先にありがとうございますで、売った方がいえいえこちらこそありがとうございますみたいな、そうだから余計サービスをしたくなるわけですよ。だからさらに質上がっていくわけでしょ。それはもちろん上げますよ。だって、うん、それはそうじゃないですか。でまっちゃんでは驚くのは、本当にいつも LINE でもやるけど、もう何回ありがとうって言葉を聞くかっていうぐらいありがとう言ってますからね、まっちゃんもね。びっくりしちゃった。で今度じゃあね、そのちょっとあの原材料がちょっと上がったんで、つきましてはちょっと値上げを1000円か2000円させてもらいたいんですけど、いや倍ぐらい上げていただけませんかみたいな。はいはいはい。そういうなんちゅうかな、極端に言うとよ、まあね、まあ、そういうネットワークっていうか、コミュニティの中で、そのなんていうかな、経済を回っていく時代ですよ。そうですね、確かにね、確かに確かに、うん、だから僕はいつも言ってるように、国が一律で GDP がいくらとかな、
はいはい、でああいう平均的にこれぐらいですみたいな世界ってもうないと思う。もう平均、何々グループではこれ平均、何々グループでは平均です。確かに、まあそうですね。そういう時代だから本当によく話まとまりましたね。分かりやすいだ、横一列じゃない世界ですよもう。そうですね。まあそんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。すいませんな、今日はまあすごいマス向けな、なんかすごく抹茶にとってはつまんないかもしれないですけど、見てる人たちにとっては分かりやすい動画だと思います。天を突き抜けるぜみたいな話できる。それは来週にしましょう。まっちゃん側のテーマだと思うんで、僕よりかまっちゃん側に対、まっちゃんが言いたいことから話したいことをテーマに考えてもらった方がいいですよ。まあでも天を突き抜けるぜぐらいの勢いのぶっ飛び内容の時ってやっぱなんかマニアックな人ばっかり見てるよね。そうなの。そうなの。本当にマニアックな人を見てますよ。僕はどっちかというと、マス向けのことに関しては企画とかできます。ぶっ飛んでるやつはやっぱり抹茶の思考なんで、抹茶の思考がやりたいものに関して僕がうまいようにアレンジはできますけど、これ正直だと思いますよ。まあでもその抹茶のやりたいことを、あの具現化するのは僕だからやりますけど、はい。OK です。はい。今日はありがとうございました。まあ、このうちあの神社の神主さんとかお坊さんとかいっぱい集めてやりたいな。ぜひだから まず来てください。僕今やってるやつの演習のインドの僧侶と僧侶、あや僕めっちゃ興味ありますわ。それ面白そうじゃないですか。めっちゃ俺インドの僧侶と対談したいねんけど、でもそのねちょっと変わったね思考のところ、やっぱり抹茶俺好きっすわ。面白いんでぜひぜひやりましょう、はい、インドの僧侶に説教してる俺。そのインドの僧侶の顔や見たいですわ。どんな顔してるかね。ポカーンとするんじゃないですか。まあ今日はこの辺で。はい、わかりました。ありがとうございました。またお願いします。はい、失礼します。